今ロープを外したんですけど、着々と離れてますね、陸地から。グレーの部分が取水口なんですかね。この手前にある部位でこう汚れとかゴミが向こうに行かないようになっているんですかね。こうはっきり見えますよね。こんなに近くにあるものなんですね。ちょっとびっくり。はい、あ、今ちょっとこの辺なんかいろいろ歩いていろいろお話聞いて回ってたんですけど。何の話？なんか今何されてるんですか？いや、ちょっとこの荒野の整理してる。あ、こちらは民宿か何かですか？いやいや、船小屋って、ね、昔から今漁してる、はい、あの材料はないようだ。もうあの生まれたことからこう原発とかあったんですか？いや、私らが中学校卒業する頃だったんですよね。あ、うん、ほんでまだほら原子力発電所なんて何もなかったでしょ。初めてやったわね。うん、だから原子力発電所っていうものがどういうものかっていうのはもう全然知らんかったわね。うん、その前はあそこどんな感じだったんですか？あそこは畑だったんですよ。あ、そうなんですか。全部畑。心配がないって言ったら嘘やけど、でうちらかて漁師してるから、ほら放射能が漏れたとかなんとかって言ったら、魚は売れないしね。事故があった関西電力美浜原発3号機の上空です。作業員十数名がタービン建屋内に噴出した蒸気により負傷し、病院に搬送されました。漏洩した蒸気には放射性物質は含まれておりません。周辺環境への放射能の影響はないと報告を受けております。死者が出た事故が起きたときに、これに害がないって言ってもやっぱりほら、魚も売れなかったしね、それも。値段が下がったんですか？あのその。もう売れなかったね。入り口見えますでしょうかね。あそこがあの向こう側にある関西電力の橋が通れなくなってしまった時に使う非常の経路だそうです。あ、入り口はこうチェーンが張られていて、その奥もずっと道は続いてるんですけど入れないですね。道の周りはフェンスでこう囲まれてますね。あ、そしてあの関連の橋が近づいてきましたね。橋の柱に上空に送電線ありと書いてありますね。
止まってこう街の様子ってまた変わりました？少し変わりましたね。活気がないですよね。泣けなくなるしな、ここまで来たら。続けてほしいのは山々やから。黒い石のようなものが敷かれていますけど、今後こうさらに下の世代というかが これから町を担っていくことになるわけですけども、そういう子たちにはどんなふうにこう原発っていう存在を伝えたりしてます？町の世代でいいの？難しいな。もう次の世代であんまり残してないな。これはお前実感やろな。